コスモポリタン、ファーストマン・イン・ザ・ムーンも連載された。オリーブ・シュライナーは、ボーア戦争について長い記事を投稿した。1905年、ウィリアム・ランドルフ・ハーストはコスモポリタンを40万ドルで、買収、ジャーナリストのチャールズ・エドワード・ラッセルを迎えた。ラッセルは、ザ・グロース・オブ・キャスト・イン・アメリカ、エイティ・ザ・スロート・オブ・ザ・リパブリック、ホワット・ア・ユー・ゴイング・ツ・ドゥ・アバウト・イット、コロラド、 ニュートリックス・イン・アン・オールド・ゲームなどを書いた。この時期には他にも、アルフレッド・ヘンリー・ルイス、シンクレア・ルイス、エイジェイ・クローニン、デビット・グラハム・フィリップス、ジョージ・バーナード・ショー、アプトン・シンクレア、イーダ・ターベルの寄稿を受けている。イラストでは、フランシス・アトウッド、ディーン・コーンウェル、ジェームズ・モンゴ・メィー・フラッグ、ハリソン・フィッシャーなど、1930年代には、 発行部数は170万部を数え、コスモポリタンの広告収入は500万ドルに上った。コスモポリタンはフィクションに力を入れ、短編小説や連載小説などを数多く掲載。第二次大戦中の発行部数は200万部に達した。1950年代になると、コスモポリタンは小説の分量を減らし始める。1955年までに発行部数は100万部。 そこそこに落ちた。当時は台頭するペーパーバックとテレビに雑誌が押され、気味になっていた。巨大市場としての雑誌の黄金時代は終焉を迎え、総合雑誌は特定読者をターゲットとする専門雑誌にとって変わられた。コスモポリタンの発行部数はさらに減少を続けた。1965年、ヘレン・ガーリー・ブラウンが編集長に就任し、 この雑誌の編集方針を変換した。1970年代初めには、コスモポリタンは女性誌になり、ビキニや胸元の大きく開いたドレス姿の女性のセクシーな写真が表紙を飾ることとなった。ブラウンは婚前交渉する独身女性に同じような女性は国中にいると示そうとした。ブラウンが編集長になってしばらくは、コスモポリタンは非難の的となった。 かつて文芸中心の家庭師だったコスモポリタンが発する過激なメッセージに多くの人が衝撃を受けたのである。しかしブラウンは意に介さず自分の構想通りの雑誌を作り続けた。1972年4月、コスモポリタンは当時無名俳優だったバート・レイノルズのセミヌード写真を中央の折り込みに掲載した。これは当時としては大変にスキャンダラスなことであった。 掲載号は大きな論争を呼び、コスモポリタンとレイノルズをアメリカのポップカルチャーの最先端に押し上げた。1978年4月、男性向けにコスモポリタン漫画単発で思考的に発行された。ジャック・ニコルソンとオーロール・クレメントが表紙を飾った。1989年にコスモポリタン別冊として2回発行された。 近年はさらにセクシー路線に突き進んでいる。1970年代に発行が始まった英国版では、セクシー路線も露骨を極め、男性ルードやレープの話題までカバーする。10代の女性をターゲットとするコスモがあるという姉妹誌も発行されている。過激なセックス記事に反対する運動もあり、2012年、半元の経営者一族の一人、 ビクトリアハーストも反対運動を支援する声明を発表した。彼女らの主張は記事の取りやめではなく、こうした記事が少女たちの心を傷つけ悪影響を与えるため、販売を大人に限るべきだというもの。コスモポリタンはセックス分野の助言で知られるが、実際にはそれ以外の分野の知識提供やファッション、美容などの最新ニュースに重点を置いている。現在では、 スペイン語、ポルトガル語、ヘブライ語、スウェーデン語、ブルガリア語、ルーマニア語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、韓国語、インドネシア語などといった32の言語で発刊され、世界の100以上の国と地域に流通している。コーラスエンターテイメントとコスモポリタン発行元のハーストコーポレーションは、2008年からカナダで18歳から34歳の女性をターゲットにした。 テレビチャンネルを企画中である。このチャンネルは、ラケンアメリカでは90年代から、すでに放送開始している。ロシアの出版社、インディペンデントメディアサノママガジンズがロシア語版を、編集、発行している。ロシア語版の発行書インディペンデペントメディアサノママガジンズは、ハーパースバザーも発行している。コスモポリタン日本版は、 集英社から1979年9月に雑誌、モアの特別編集、コスモポリタン号として発行された後、1980年5月に6月号として創刊。編集発行人は、血の力増。創刊特集は、もっとロマンチックな恋をしよう、もっとリアルに仕事と関わろうだった。発行時には、迷子を、著名な女性が表紙を飾り、 彼女たちへのインタビュー記事も掲載されていた。日本版創刊以来、長らく欧米人モデルが表紙を飾っていたが2000年前後、あたりから日本人女優らが迷子表紙を飾るようになってから、なぜか発行部数が伸び伸び始めた。2005年12月20日発売の2月号をもって廃刊となっている。2016年1月から、ハースト夫人が放射より、 コスモポリタンオンライン版の提供が開始されている。コスモポリタンはシンガポールでは2004年まで発行を禁止されていた。ありがとうございます。